はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。今回も前回に引き続き東地区の外国籍選手について話していきたいんですが、まあ皆さんご存知でしょう、東地区は全然新しい外国籍選手が入ってきていないんです。西地区はこの前紹介した選手以外にも滋賀のジョナサン・オクテウス選手であったり、アジア枠でラベナ選手やジェミン選手もいたりと、なかなかに豊富なタレント揃いなんですが、東地区はというと、なんと新外国籍選手がたったの6人、これなら全員紹介できるということで、今回はランキングとはせず全員の話を端的にして土曜日の試合予想としていきたいと思います。それでは行きましょう。まず最初に話すのは渋谷のジェームス・マイケル・マカドゥー選手です。マカドゥー選手は NBA でのプレー経験もある、なんなら NBA 好きなら、え、マカドゥー B リーグ来たの？となる選手で、NBA 時代も特別個人技がすごくて試合に出ているというよりもチームとして役割をしっかりと遂行できるという選手だったので、現状のマカドゥー選手のプレーやスタッツは納得できるところなんですが、どうしてもマカドゥー選手以外が変わらなかった渋谷としては、サンズ選手が抜けただけにスケールダウン感は否めないといった感じでしょうか。次に北海道のジョーダン・テイラー選手です。開幕当初はこれはすごい選手がやってきちゃったかなという感じだったんですが、ファイハプムール選手が離脱していたということも相まって、なかなかがっつりプレータイムももらえずに流れに乗り切れていない印象があります。特にスリーポイントはかなり厳しい印象で、いつも見てくださっている方ならご存知かもしれないんですが、僕石山はプルアップ3を低確率で打つ選手はあまり好きではないんです。そういった点でテイラー選手はスリーポイントが 23.4% ということで、もう少しボールをシェアしてもいいのかもしれないなと思っています。北海道には中野選手を筆頭にシュートの上手い選手が多くいるので、役割を明確にすることでより北海道としてもテイラー選手自身もいいプレーができるんじゃないでしょうか。そして LJ ピーク選手、彼はもう入ったチームが強すぎた、それに尽きると思います。きっちりコーナー3は決めるし、ディフェンスも上手い、周りを生かすプレーもできると申し分ないんですが、宇都宮ではあくまでローテーションプレイヤーの一人でしかないということで、ピーク選手がどうこうよりも宇都宮が強いという話になると思います。ただピーク選手はまだ24歳、ロスター選手も当分は宇都宮でのプレーを続けると思うので、これからのピーク選手の成長に注目です。2、3年後にはリーグトップレベルの選手になっているかもしれません。そして秋田のアレックス・デイビス選手、なかなか評価の難しい選手なんですが、平均得点が10得点と外国籍選手の中では低い方です。ただ秋田というチームを考えてみると、ディフェンスを中心に組み立てるチームなので、そこまで得点の方は重要じゃないかなと思います。ただかなり退場数が多いので、ハードなディフェンスをしつつ B リーグの笛に慣れていかないとそろそろ厳しいなという感じでしょうか。そしてアルバルク東京のデション・トーマス選手、滋賀の2試合目から登場してまだ数試合ということで、まだ本領発揮とはいかないのかなという選手なんですが、とにかくシュートが上手い選手なので、アルバルクでは 3&D のポイントポイントでの起用となるのかなと思います。このバイウィーク期間にしっかりチームの完成度を高めていると思うので、次の試合からよりいい仕上がりをチームで見せてくれると思います。そして最後は横浜のパトリック・アウダ選手、チェコ代表ということでどのスキルも申し分ない選手で、特に左手から放たれるフローター気味のショットは打点が高いということもあって、なかなか止めづらいシュートだと思います。ポジションがパワーフォワードにもかかわらず、あまりリバウンドを取らない選手なので、そこは他の外国籍選手や帰化選手に任せているのかなといった感想です。ということで新規外国籍選手の紹介が一段落したところで、第11節土曜日の勝敗予想していこうと思います。千葉対島根は千葉、大阪対宇都宮は宇都宮、渋谷対新潟は新潟、滋賀対三河は滋賀、秋田対広島は広島、富山対名古屋は富山、三遠対横浜は横浜、京都対信州は信州、琉球対東京は琉球。ということでこの第11節石山が注目したいのは、まず千葉対島根で、島根は下位チームには勝つのに上位チームにはなかなか勝てない、いわゆる雑魚狩りチームとなっているので、ここらで一発上位陣にかましてほしいところです。そして秋田対広島、広島はセントフォース選手を短期契約でとりあえず獲得してインサイドの層を厚くしました。ただ広島のインサイドの層は日本人ビッグマンを含めるとどえらいことになっているので、まあ最終的にはアウトサイドの外国籍選手を獲得するのかなというところなんですが、まずこの試合ではそのインサイド陣を秋田がどう守っていくかが注目ポイントになってくると思います。そしてやっぱり富山対名古屋は欠かせません。とてつもない点の取り合いになることが予想されるので、そういった意味ではイケイケの富山がこの試合は有利かもしれません。
はい、石山ながらバスケットボールチャンネル。普段はビリングについての解説、日本バスケについての動画などを上げております。今回の動画が参考になった、面白かった方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。